フレッド・ハービことフレデリック・ヘンリー・ハービはイギリス出身のアメリカ合衆国の実業家でありフレッド・ハービカンパニーの創業者であるレストランチェーンを世界で初めて考案した人物と考えられる彼の事業は他社に売却されてからもホスピタリティ業界の大企業の一員として稼働し続けているハービはイングランド人とスコットランド人の両親を持つ根欠として ロンドンに生まれた。17歳の時リバプールからアメリカのニューヨークへ移住した。そこでスミスマクネル S というレストランで皿洗いとバスボーイ、客が店を出た後皿などを片付ける係を担当した。そこで彼は創設者である風変わりな経営者ヘンリー・スミスと取るマクネルからビジネスについて学んだ。彼らはハービーに質の高いサービス、 新鮮な食材と握手の重要性を教えた。ハービーはすぐにバスボーイからウェーター、そしてラインクックまで昇格した。ここでの経験は彼の後の人生に大きな影響を与えた。ニューヨークからニューオーリンズへ移った18ヶ月後に大熱にかかるものの復活。セントルイスの宝石店で働いた。1856年、バーバラ・サラ・マッタズと結婚し、 6人の子供を設ける。彼は成功したにもかかわらず、食品産業に復帰しなければならないと感じ、ビジネスパートナーとカフェ始め、それが軌道に乗ったものの、すぐに南北戦争が始まった。そのビジネスパートナーは南部に同情的であったため、カフェで儲けた金で町を出た。彼を追いかけてハービーは、 ハンニバルセント・ジョセフ鉄道の下で彼と共に働き、最終的にシカゴ・バーリントンドクインシー鉄道で働くこととなった。そしてカンザスのレブンワースの鉄道で働いていた。この時、ハービーは頻繁に旅行をしており、その旅出される質の悪い食事に不満を感じていた。ハービーは1873年にジャスパー、ジェフ・エス・ライスとベンチャービジネスを始め、 カンザスパシフィック鉄道に沿って3軒のレストラン施設を設立したが、ライスと決裂した。彼はまたサンタフェで3人目のビジネスパートナーに出会った。アッチソン・トピカサンタフェ鉄道の社長であるチャールズ・モールスであった。彼はハービーに鉄道に沿ってレストランを作ることの許可を与えたが、書類なしの握手一つで結ばれた契約だったため、ハービーは家賃を払わなかった。 しかし、ハービーはピーク時84個のレストランを保持しており、主な利用者である中間層の間で西を文明化させる人として有名になった。ハービーは、ハービーガールの設立をした。彼は、教養の高い18歳から30歳の間の女性を雇い、彼らが1年間仕事をするまでは結婚することを許可しなかった。ハービーガールズは、レストランの隣にあるハービーハウスに住み、 養老院の女性が管理し、門限を強制し男性の訪問を厳しく制限した。約5000人のハービーガールズが働き、最終的に結婚するために西へ移住した。ハービーハウスは1960年代まで建設されており、使用されていた。1965年まで彼の息子と孫は会社のトップだった。しかし、1968年に、 ハワイに拠点を置く大手ホスピタリティ業者アムファクに売却された。ハービが大腸がんで死亡した時にはサンタフェ鉄道に47軒のハーベイハウスのレストラン、15軒のホテル及び30台の食堂車があった。ある人は彼の息子にハムをあまりにも薄く切ってはならないという言葉を残したという。これはビジネスにおいての意味が含まれる言葉と言われている。ハービは 様々な宣伝の先駆けとしても知られている。ハービーガールズをはじめ、インディアンジュエリーの作成やインディアンディトアーズと名付けた芝居では俳優に本物のインディアンのような生活をさせ、様々な方法で利益を上げた。また、この時代作られたインディアンジュエリーは、ハービー時代ものと呼ばれ、コレクターの間でも人気となっている。このジュエリーは、ナバホ族の間で、 取引されていたものを観光客が持ち運びやすいように軽量化している。これらのサービスは異文化に詳しくない白人の間で人気となった。また、あなたのホテルやレストランを宣伝する最善の方法と題されたはがきをデトロイト出版社と共同で出版した。フレッド・ハービーはフレッド・ハービー・カンパニーを通して米国で最初のチェーン・レストランを創設したと評価されている。 彼の名の関する博物館がブレンワーズに存在している。彼を題材にした作品は数多く作られており、映画、ハーベーガールズやスチームパンク小説においても登場する。ありがとうございます。